皆さんこんばんは。本日も文化チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。先日新橋で開催されたプロッターのカスタムノートパッドイベントに行ってきました。今日はその時に購入したものを紹介したいと思います。よければ最後までご視聴ください。ということで自宅に戻ってきました。待ちに待ったものということで早速開封をしていきます。このプロッターの紙袋も綺麗なオレンジでとっても素敵ですね。袋の中に結構いろいろ入っているんですけれども、今回購入したのは2点です。あとはですね、パンフレットとかカタログとかいただいたものが入っています。今回は限定のレザーバインダーとカスタムノートパッドを1点ずつ購入してきたんですけれども、早速紹介していきたいと思います。まずレザーバインダーですね。今回私が購入したのはプルアップレザーのネイビーで、バイブルサイズのものを購入してきました。こちらはですね、3月に京都でプロッターのポップアップストアがオープンしていまして、その時にカスタムレザーバインダーを作れるイベントみたいなのがあったんですけれども、その時の限定のレザーです。京都のイベントの時は自分で好きなレザーと、あとリングの部分とバックプレートを選んで組み合わせて作ることができたんですけれども、今回はもうあらかじめセットされているものの販売で、バイブルサイズのものとあとミニホーサイズのみでした。手に持っているのはプロッターを購入した時についてくる注意事項であったり、あとは内入れの方法とかそういったものが入っている紙なんですけれども、いつもってリングに止まっているイメージがあるんですが、今回はこういった別で入っているんですね。ということで皆さんお待たせしました。今回購入したプルアップレザーのバインダー開けていきます。こんな感じでちょっと画面越しに見ると黒っぽく見えますよね。革自体はツルツルとしていて、リス仕様みたいな感じの革です。で、バックプレートは今回はマットゴールドがついていました。リス仕様だとここのバックプレートはコッパー色、ピンクゴールドなんですけれども、マットゴールドということでまずそこが違いますよね。引きで見るとネイビー感が伝わったかなと思います。で、中の方ですね、今回リングの金具はシルバーがついていました。またリス仕様だとここもコッパーのピンクゴールドで統一されていると言いますか、普通のプロッターだとバックプレートとリングの金具は同系色なんですけれども、カスタマイズということで違うものがついております。今回購入したプルアップレザーなんですけれども、普通の革よりもオイルをたくさん含んだ革になるんですね。なのでちょっと革を曲げたり押したり圧力をかけると、その革に含まれたオイルが動いてグニューンってちょっと浮き出てくるような不思議な革です。大本命はワインだったんですけれども、それはもう売り切れになってしまっていたので、今回はネイビーを購入しましたが、ネイビーもとってもかっこいいです。今リス仕様のブラックと一緒に比較しているんですが、そうするとやっぱり真っ黒じゃないんだなっていうことはわかるかなと思います。リス仕様の革はこうやってグニュグニュ曲げても色の変化とか特に何もないんですけれども、プルアップレザーの方はちょっとこう曲げると白っぽいのが浮き出てくる感じがありますよね。こういった革なんです。今回はイベントということもあって、化粧箱にもすでにセットされているものをそのまま買うっていう感じで、中を見て購入っていうのはちょっと難しかったんですけれども、結構素敵なものに出会えたなと思っています。プロッターを使う上で持っておいた方がいいアイテムとして、
この本革リングサポーターっていうものと、このゴムバウンドですね、プロターが勝手に開かないように閉じておくものなんですけれども、この2つは最低限あった方がいいかなと思っています。今回のイベントではですね、バイブルサイズのものが販売されていなかったので購入できずにいます。まずはその最初の2点セットを用意してから、こちらのレザーバインダーは下ろしたいなと思っています。用途としては、今使っているシステム手帳のバインダーを入れ替えて使うか、それはそのままにしておいて、こちらは家計管理のノートとして使うか、ちょっと迷っているところです。続いてですね、カスタムノートパッドの方もご紹介いたします。無印で剥がせるルーズリーフっていう商品があると思うんですけれども、あれのシステム手帳版みたいな感じのものをイメージしていただければいいかなと思っています。いつもはここの表紙が真っ黒の無地のものになるんですけれども、今回はイベント限定ということで、新橋の SL がモチーフになった箱押しが入っています。ノートの種類によって箱押しの箱の色が違うんですけれども、私は2ミリグリッドのものを購入して、コッパーの箱押しが入ったものを選びました。もう完全に箱押しの色の好みで選びました。で、何がカスタムなのかというと、ゴムバンドですね。今回はノートパッドを購入した方には、その場で好きなゴムバンドをつけてもらえるということで、ゴムの色がですね、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、パープル、レッドの6色の中から好きな1色を選んでつけてもらうことができました。私はですね、結構迷ったんですけれども、赤が好きなので赤にしました。ゴムバンドを留めるここの金具の部分もですね、3種類から選ぶことができました。私はマットなやつにしてきました。このゴムバンドをつけるところですね、許可を得て撮影させてもらったので、今度アップできたらいいかなと思っていますので、少々お待ちください。今日はこんな感じで、プロッターのイベントで購入したレザーバインダーとノートパッドをお披露目してみました。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でもよろしくお願いします。